Face to Lovers。女性自身チャンネルケースアラバーズ司会進行の女性自身副編集長の田原明夫です。今回はですねついに実現しました、今年最大の話題作、綺麗な男主演の、チャン・グンソクさん、そして、IU さん、イ・ジャンウさんのインタビューを結構です。ご来てください。女性新チャンネルケースアラバーズ司会進行の女性新副編集長の田原清です。今日はですね今年最大の話題作綺麗な男に主演のチャン・グンソクさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてにシナリオをもらった時から、最初にタイトルがすごく好きだったので、完全に綺麗男じゃないんですか、はい、僕が、タイトルも良かったし、はい、どこまでのキャラクターでいろんな性格を見せることができるんだと思ったんですよ。で、演技した時にも一つだけの魅力じゃなくて、はい、女の子を会って、まあ、いろんなタイプの性格が出るので、まあ、それも表現することは一番難しかったし、はい、楽しみながら演技しました、はい、やっぱりそのドラマでは、ビジュアルが一番大事だったので、まあ、毎日毎日マスクパックもしてたし、そして、衣装とかヘアとか、まあ、文鳥もいろんなことをできるんだったので、まあ、その方が楽しかったし、僕もカメラの前ですごく楽しみでした、はい、まあ、初めてには歌手の出身なので、はいはい、まあ、演技の方が上手かなと気になるだったんですけど、このドラマの前に週末にしてたドラマがあるんですよ、はいはいはい、そのドラマでドキドキに見てたんですけど、演技の方も上手だし、うん、まあ、一緒に演技する時にも、まあ、僕のアドバイスがいらなかったし、はいはい、まあ、完全に完璧にしました、はい、もう一人の共演者イ・ジャンウさんなんですけども、はい、イ・ジャンウさんすごいグンソクさんのこと慕ってて、10年前だったんですよね、はい、インタビューしたのものすごくずっとグンソクの話ばっかりされてたんですよ、はい、イ・ジャンウさんはいかがでしたか。ジャンウさんと10年ぶりに会ったんですけど、はい、前にドンストップというシットコムでは、そのドラマではすごくちっちゃかったし、まあ子供みたいな感じで、子役だったんです。子役じゃなくて子役みたいな、そうだったんですけど、今回にすごく久しぶりに会ってすごくかっこいいなと思ってるんでした。ドラマの最後の部分にお母さんと話した時があるんですけど、そのシーンを演技した時にはすごく俳優でカタルシスを感じました。で、どこまでが始めてから成長しながら、最後には大人になる、そのドラマなので、まあ、その方も楽しかったんです。やっぱり子役時から、俳優で始めて、もちろん舞台の上で歌うこともすごく、カタルシスがあるんですけど、やっぱり作品でカメラの前で演技する時にすごく自信があるし楽しみし、まあ、そうだったんですけど、すごく魅力が別に違うなので、まあ、今からはアルバムを準備をしているので、まあ、その方に集中しています。でもすごく歌手と俳優2つ全部魅力があるのでまだ分かんないんですね、はいはいはい、でもできるなら、ずっと、歌手でも俳優でも頑張ることが夢なんです、はいはい、まあいつも仕事をした時にはまあ、正直なジャング族を見せることが目標だったんですけど、これからの目標はまあ同じなんですよね。まあファンの方にもっと近めに行くために新しい企画とか歌手でも演技でも活動するの方が
まあ、一番大事だと思います、うん、そして、もちろん今まで韓流のコンテンツで、まあ、いろんな文化交流があったんですけど、はいはいはい、これからもっともっと韓国と日本がもっと近めに行くために、はいはいはい、まあ、僕も何ができるかなとずっと気になるして思っています、はい、今までのジャングンソクのイメージを忘れることかな、はいはい、新しいのジャングンソクを、作って、例えば演技では、うん、まあ、ロメンティックコメディの方が強かったんですけど、はい、今からは、まあ、そろそろ30代になるし、もっと、うん、男っぽいな、うん、姿も必要だと思うので、はい、まあ、作品でも、うん、シリウスな感じで演技したいんです。こんにちは、綺麗な男で帰りましたジャン・グンソクです、今回新しいドラマで挨拶します、どこまでというキャラクターで、まあ、いろんなジャン・グンソクの、そしてどこまでの魅力を見せるために頑張りました。ぜひお楽しみにしてください。今回は、今年最大の話題作綺麗な男に、主演されましたジャン・グンソクさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。